宇部三菱セメント株式会社は日本のセメント販売会社。土木資材、建築資材大手の宇部鉱産、三菱マテリアルがそれぞれ50%出資し1998年に設立。国内セメント販売量は太平洋セメントに次いで2位。3位の住友大阪セメントを含めた上位3社で日本市場の約80%を占めている。 またセメント輸出量は太平洋セメントと並び日本主位となる。1990年代後半のセメント販売量、国内シェアは1位秩父小野田、2位住友大阪セメント、3位日本セメントであり、三菱マテリアルが4位、宇部高山が5位と続いていた。そこでセメント業界における価格競争力を維持するためコストの約30%を占める 物流部門の合理化のために、梅鉱山と三菱マテリアルの物流、販売部門及び研究開発部門を統合することとなった。生産部門においても包括的事業提携の下、協力関係にある。後に研究開発部門は2009年7月より両親会社へ移管され、現在では梅鉱山、三菱マテリアルに残るのは生産部門。 研究開発部門であり、タンカーやトラック、貯蔵等の物流インフラや販売会社は統合し整理され、海外向け販売も宇部三菱セメントの事業に移管されている。なお、宇部高産及び三菱マテリアルが運営する、下記工場より、セメントの供給を受けている。ABCDEF 宇部三菱セメント株式会社、第23期決算広告前進の一つである。 住友セメントは、旧岩きセメント時代に、三菱財閥参加に入り、また戦後に、住友系列となり、現在に至っている。1998年7月14日付、日経産業新聞この業界再編の流れにより、同年10月1位の秩父小野田と3位の、日本セメントが合併し太平洋セメントが、設立された。ありがとうございます。